将来を考えて、いろいろ追求していった時に地球が、めちゃくちゃなことになっていると環境でね、うん、で、まあ、今目の前の脅威として気候変動があると。でそれに対して何かしようと当然思ったわけですよ。もちろん環境のことには気を配りたいけど、多分そんな余裕がないっていうのが社会構造がもう本当に日本の場合、特にまあ二極化。やっぱり一番悲しいのは町の豆腐屋さんがどんどん減っていってるっていう。遣唐使が1200年前に中国から持ってきました、うん、でそれを京都に泊まった時に、まあ、お寺に泊まって、で豆腐はこんなもんなんだっていうお寺の人たちに広めることから、この京都というのは精進料理に使おうということで、まあ、使えずに使うようになった。でそこから広まってきていて、豆腐っていうものに対する歴史はすごく深いものを持ってるな。でそれを今度これからまた一時こう食が豊かになって肉に進んだり、まあ豆腐がちょっとこう下火になったりしたけども、今このご時世になってきて、よりやっぱりあの豆腐、タンパク質、植物性タンパク質っていうのは体の骨格を作っていく一番重要な部分であって、それをあのもっとちゃんと摂取しようというような向きになってる。日本人はあの昔から豆腐は食べてきてるんですけど、日本人は残念ながら環境にいいから食べているわけではないですよね、はい、でそういう意識がなかなか低いですよね。1日に増える人口を賄うにはだね、30万人ぐらい増えてた。そうそうそう。でよくほぼ港区の人口増えてると。それを賄うためには都内の8区か9区分ぐらいの面積を毎回開墾していかなきゃいけないって話ね。そうです。このリアルな数を知ってても、なんだろう、どうしてもそんなにお肉食べたいですかっていうのを問いかけなきゃいけないのは辛い立場なんですけどね。お肉が大好きだったから私は、うん、まあ、ですからそういったものを作っていくしかないなっていうことになったんですが、まあ何かしないと自分に振り返りますからね。Ich weiß, dass Tofu in Japan häufig sehr viel weicher gegessen wird als bei uns. Also wenn man verstehen will, warum wir so festes Tofu produzieren oder auch und so häufig festes Tofu produzieren, dann muss man tatsächlich die Geschichte kennen. Tofu kam in Deutschland auf,
wirklich so zu Beginn der 1980er Jahre in Verbindung mit dieser Bio-Idee und zwar auch in Verbindung mit dem Thema Fleischersatz. Es waren also Menschen, die schon früh sich Gedanken gemacht haben um Ökologie und gesunde Ernährung und die wollten vor allen Dingen auch Fleisch ersetzen. Das heißt, sie brauchten etwas, was fest genug war, um es in der Pfanne anzubraten. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum das sehr feste Tofu, das, wie heißt es, Moment-Tofu, in Deutschland so verbreitet ist. Und das eher weichere Tofu, Seidentofu zum Beispiel, haben wir ja auch im Sortiment. Das ist dann schon etwas für Kenner, also für Menschen, die über den Fleischersatz hinaus gern mit Tofu kochen und Tofu auch als eigenständiges Lebensmittel sehen. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum auch in Deutschland Bioprodukte so früh erfolgreich waren, dass man in Deutschland gern im Einklang, in Harmonie mit der Natur leben möchte, dass man sieht, dass das Leben, also dass Industrieprodukte und unser modernes Leben auch Schäden anrichtet und man möchte ein bisschen wieder gut machen. Und deswegen nimmt der Deutsche sehr gern Bioprodukte, weil er die Dinge auch gut machen will und moralisch richtig machen will. Also das ist vielleicht eine Einschätzung. Ich glaube, dass im Moment viele Menschen in Europa, besonders in Deutschland, Angst haben. Sie haben Angst, also es wird ja immer wieder untersucht, es gibt Umfragen, wovor haben sie am meisten Angst? Ist es Krieg, ist es Hunger oder was ist es? Aber tatsächlich die Klimakatastrophen, der Klimawandel und die Katastrophen und die Folgen, die das Ganze mit sich zieht. Und da merken viele, Moment, wir müssen irgendwas verändern. Und so steigt im Moment die Bereitschaft der Deutschen sehr stark, wirklich auch was zu verändern. では特に2020年が、まあ、プラントベースの元年と呼ばれていて植物性食品が本来はあったであろうオリンピック向けに各食品メーカーが開発を進めていて出したという一応年になってます。で私たちお豆腐屋さんに関してももともと豆腐って元祖プラントベースドフード植物性食品なんですけれども私たちもまあそれに合わせて豆腐を原料にしながらお肉のように食べられるものだとか、豆腐を、まあ、ハンディタイプで食べられる豆腐バーみたいなものを出したのがみんな2020年になっていて、で少しずつ今まで環境っていうことを考えて日本人は食べ物を食べたことがなかったんですけど、まあ、そういう海外からの流れで環境を意識した消費っていうのはやっとこれから大きくなっていくのかなと思っていて、まだまだ日本ではその CO2 の排出量が減るから、お肉食べるのやめて豆腐食べようなんて人はほとんど多分いないと思います。それよりはどちらかというとまだ日本はタンパク質がたくさん取れますよみたいなコミュニケーションがやっと2020年ぐらいから始まって、それが形に、まあ、うちを含めて他の食品メーカーさんからもいろいろ出てくることによってお客さんが意識をし始めていて、でこれがまた進んだ先に体に自分の体にだけではなくて地球環境にもいいよねっていうのは多分さらにその次あと数年したら日本人の意識も今後きっとそういう消費が特に今若い方からは増えてくるんじゃないかなと。ドイツだとちょっと古いデータだけど 4,5 年前に行った時に8000万人の人口うち4000万人はフレキシタリアだったんですよ。当時すでに半分がですから、で今だともうフレキシタリアの人ってかなりいると思うんですよね。で、まあ、まあまだ北米カナダもちろんイギリス、まあ、ヨーロッパ食って言っていいのかなと、まあ、台湾インドもちろんですけど、日本に比べてその米人に対しての、 その普及率って圧倒的に高いじゃないですか。ただ日本の人々がこれ本当に分かってきた時に臨界点が来るんですよ。 10% 近く、まあ、6% ぐらいかな、一気に僕が来ると思ってるんですよ。このその地球のその破壊を止めるために食事を変えましょうっていうのは誰のためにやるかって言ったら、まあ、自分もそうなんですけど、やっぱりそのみんなで共存するためにやるじゃないですか。もともと調和型の文化なの でこれも間違いなくそのヨーロッパや北米の文化を圧倒的にもう周りと協調するのは得意だし、上手な
国民性、まあ、世界中と僕は思ってるんで。ですから、出だしは遅れましたけど、あの臨界点来たらあっという間に行くと思ってるの。これハマるとね、やめられないですよ。全てが快適で、風邪とかも全く効かなくなるじゃん。免疫力が上がるからなんですけど。でも、そのぐらいまで行ったら一気に広がると思ってるんですけど。Vor allen Dingen junge Frauen, die das Thema Tofu und vegetarische, gesunde Ernährung in die Familien tragen. Ja, also man erlebt immer wieder ältere Menschen, die sagen, ja, meine Enkelin, die isst jetzt nur noch wenig Fleisch und wenn sie mich besuchen kommt, dann muss ich gucken, dass ich etwas für sie mache. Und das sind zum Beispiel dann auch Menschen, die auf diese Art auf unsere Produkte aufmerksam werden, einfach weil die junge Generation und insbesondere die jungen Frauen neue Akzente setzen. Und das zeigt ja auch, dass die Entwicklung sich weiterentwickeln wird, weil die jungen Frauen von heute sind die Mütter von morgen und die bestimmen dann auch, was im Einkaufskorb und auf dem Küchentisch liegt am Ende.食品原材料とかあんのかなって思う。要するにある程度美味しさもありながら健康で、どんなものにも邪魔しないで入っていくっていうのは僕は大豆豆乳だと思ってるので、はい、常に脇を引き立ててね、でいながら健康的で、ね、美味しくて、でかつ最後に環境負荷にいい。大豆の一番の魅力っていうのはどこでもどんなところでも入るんですよ。ですからその育てやすいで、あのっていうところまでひっくるめて僕は最高の、植物というか食材と思ってるので、そういうところへんにぐるぐるぐる回りながらみんなこう幸せになっていくと、を通して幸せになっていくっていうのが一番大事だなっていうふうに思いますよ。